伊沢拓司は東京大学で留年した。お父さんは高卒。好きな食べ物は知識。生まれた時の体重がタクシー数の 1729g だったのでタクシーと名付けられた。タクシーの免許、二種免許を持っている。最近クイズに飽きた。